品さん、あなた YouTuber がおもんないと言いましたねしかしそれは本当にそうなんでしょうかここにいるダメザワ直樹さんは芸歴20年を超えるお笑いをやっている YouTuber です彼が2024年の R1 グランプリでどこまで行ったかご存知ですかダメザワ直樹1回戦で敗退しました しかしこれが本当にユーチューバーがが思んないということの証明になるんでしょうか。ダメ沢直樹さんは R1 グランプリ2024年の新宿歌舞伎町の舞台で1回戦でなぜ落ちたのかの理由をこう語っております。緊張しすぎて声が飛んだと。つまり本当の力を出せていなかったわけです。 『タイタン』のオーディションライブの時もそうでした渾身のネタ「機動戦士ガンダム」の完全再現というネタをやってネタ見せの時は爆笑だったにもかかわらず本番の時にダメ澤直樹さんはこう言ってます緊張しすぎて声が飛んだとつまり r 1グランプリの1回戦で負けたからといって面白くないことの証明にはならないというわけです ではユーチューバーがが思んないということをはねのける決定的な証拠をお見せしましょうダメ沢直樹さんのこのギャグです底辺ユーチューバーダメ沢直樹と申しますいいでしょう粗品さんあなたにはやられたらやり返す倍返しする前に話し合おう私たちの社会はどうしても この権力というものから最も遠いはずのお笑い芸人でさえその権力で実力を見定めてしまう上沼恵美子さんに認められたからといって面白いというわけではないお笑い芸人として成功しなかったからといって思わないわけではないんです このダメザワナオキさんがウェルダンというお笑いコンビを組んでおりますが、その M1 ラストイヤーの時、1回戦で大爆笑だったネタを2回戦で同じようにやったにもかかわらず、なぜお笑いが取れなかったのか。三四郎さんの次に出番だった2回戦。なぜ同じネタで全くウケなかったか。ダメザワナオキさんはこう証言しています。緊張して、声が飛んだと。シナさん。 あなたはユーチューバーがおもんないと言いましたしかし私はこう思いますユーチューバーおもんないで <laughs> あなた今笑ったんじゃないですかだったらいいねとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします